その前半戦の振り返っていく中で写真でも気になってはいたんですが、はい、おひげがワイルドというか素敵ですね。やっぱりそういうのもちょっと気分転換というか、今日多数決でちょっと似合わないって言われたらもう剃りますしそれもう判断しちゃっていいですか、はい、似合うと思う方あれちょっとやばっ想像以上なんかね、ちょっともっと爽やかというか好青年的なイメージもあるので、ちょっとヨーロッパ感出したからこれヨーロッパ、そういうこと3年目だし、なんかいつまでもちょっとなんかあ、しかもちょっと子供っぽく見られるんですよ、やっぱ日本人って、ね、だからチームメイトとかにはなんかひげ剃って練習行くと、おーひげ剃るみたいな感じで可愛いなみたいな感じでやられるから、ちょっとまあ28だし、そんな若いやつらにそんなことやられるのちょっと尺なんでドイツでは話してるんですけど、うん、でも日本でのリアクション的にはみんなちょっとこの笑いはどっち？もう今剃りに行った方がいいですかねそんなことない、かっこいいですよね、かっこいいねまばらだどういう求めたかはありますけども、やっぱりそういったところでなんかおしゃれだったりとかそういったところもなんか、はい、あの気分転換じゃないですけど、はいはい、いろいろチャレンジもしてたんですか？そうですね、なんか洋服とかもちょっと感じが変わりますね、向こう行くと、はい、そういう子供っぽく見られないようにっていうのもあるんですね。はい、なんか嫌ですね、子供扱いされるのはさすがに。みんなからは何でしたっけ、どういうふうに呼ばれてるんですか？ヒロって言われてます。あ、そっかそっか、はい、そうだね、それ可愛がられるところもあるもんね。そうですね、はい、そっか、ヒゲの真相はそこにあったんですね。そうです、はい、うん、写真などを見てちょっと気になったので思わず、はい、今日も聞いてみたんですけども、はい、まあ、そして好調になってというか、はい、ボランチとして活躍して試合にも出るようになって12節ハイデンハイム戦ではゴールも決めたんですよね。はい、ごつんですけどね、頭でしたね。はい、ね、映像見ました、みんな見ました、見た、そう、コーナーキックからのこぼれというか、はい、でもそこもやっぱり狙ってるっていうのは常に、まあ、手前常には狙ってますけど、まあ、あれに関してはすごい運が良かった。でもやっぱりまた今シーズンもちょっとグッとくるものというか、よしみたいな気合も入りました。まあでもボランチやってたし、その変なプレッシャーとかなかったですね。それよりもこう新しいポジションなので考えなきゃいけないこともたくさんあったし、それ以上の役割っていうのをいろいろ与えられてたので、うん、そこまでこうもちろんこだわりありますけど、うん、ボランチやる上ではもっと大事なことがあるかなっていうので、そういう自分では満足です。まあ、先日というかウィンターブレイク前の首位を走っているブラウンシュバイクこの試合では、はい、まあ、引き分けて、はい、そしてドイツ紙のキッカーではマン・オブ・ザ・マッチ、そしてブンデスリーガの第17戦ベストイレブンにも選ばれたんですよね。はい、はい、ありがとうございます。やっぱりその好調、素晴らしい結果を残したということで、あのマン・オブ・ザ・マッチ選ばれたんですけれども、や、波に乗れているというか、どうかな、なんかその試合に関してはもう暫定監督でもその後やらないっていうのが決まってる状況で、アンダー19のカールスレを見てる監督が2試合だけ来て、で、まあ、また新しい監督がどうなるかわからないなっていう状況の中で、すごくこうもう一番最初から信頼してくれて、まあなんか誰使えばいいかなぐらいな、相談してくれるぐらいな感じで、すごいもう本当にやらせてくれたので、その監督にもうとにかく何か返したいなっていうので、まあ、その監督結局に分けて終わっちゃったんですけど、まあでも一周一分けて終われたらなっていうのを思いながらだったので、そこまでなんかこう深くは考えずに、とにかく一生懸命やって、そんなに個人的にすごく手応えがあったわけじゃないですけど、まあ、そういう風に選んでもらったので、まあ良かったなと思います。本当ではチームとしてもクラブとしても山田選手に信頼も厚くで生かされるような、うん、生きるようにっていうところでシステムを考えてくれたりとか、うん、まあそうですね、すごくこう、はい、信頼してくれてたっていうのは感じたので、ありがたかったです。で、まあ、首位の相手にっていうところで引き分けっていうところで後半戦にもつながっていきそうですもんね。そうですね、やっぱりそれまで3連覇以下4連敗したので、でホームでは4連敗してて、だからそういう状況でまあ2引き分けとはいえ、まあ一応いい方向に踏ん張れて、まあ、後期につなげられたので、すごく良かったと思います。そして、まあ、今日、昨日っていうところで、新しい監督も決まったようですね。そうですね。こっちの日本時間だと。
ミルコ監督、スロムカ監督という方が決まったようなんですが、はい、どういった方っていうのはまだ面識はない。全然まだですね、うん、そのチームのグループラインみたいなやつでは、まあ、朝起きたらいろいろこう入ってて、監督決まってどのこうのっていうのはあったんですけど、まあそんなに、でもまあサポーターの感覚的にはすごくいい監督みたいで、今日通訳のお父さんからまさにメール来てて、なんかすごいハイテンションで、本当にいい監督だから良かったねみたいな感じで来たので、まあそういう一応いいイメージは持ってますけど、はい。ね、このスロムカ監督もシャルケやハノーファー、そしてハムルガイスピーダーを率いたということで、はい、名将というか、ね、監督ということなので、また楽しみですね。そうですね、はい、楽しみです。そこを反省に向けてというところで、ぜひ活躍も期待しています。はい、頑張ります。はい、そしてこの前半戦というか、まあ、このシーズンというところで、6月にはご結婚もされたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。一緒のドイツ生活っていうところで支えになったじゃないですか。いかがですか。そうですね、まあ来てくれて出だしそんな感じでちょっと大変だったんであれでしたけど、まあやっぱり本当に一緒にいてくれて、まあご飯とかも作ってくれるのですごく助かります。また奥様と一緒にというか趣味も増えたんですか。山田選手もね、前はお料理作ったりとかもされてましたけど、また新たな趣味チャレンジとかも、うん、でもなんかオフの日とかはやっぱり一人より二人の方が活動的になるので、まあ、いろんなところに行ったり、そういう意味では、はい、楽しく過ごします。お料理も結構あれですよね、気にされてるというか、小麦粉、うん、違う、小麦、あ、そうですね、いろいろやってます、うん、はい、控えてたりもされてるんですか。そうですね、はい、じゃあ体のコンディショニング的には結構維持できたというか、うん、そうですね、どんどん細かくなっていってるからちょっと大変かなと思いますけど、でもその中でいろいろとこう制限もある中で作ってくれて、まあ、そこの所定にはそれもあって安定します。心身ともに安定したシーズンということで、はい、来年にも向けて頑張ってらっしゃるんですね、はい、ということで奥様の話を聞いちゃったんですけども、やっぱり今年というかで気になるところ、あのジュビロの選手が移籍をしてヨーロッパへということで、はい、小林祐希選手が移籍しました。はいはい、その経緯というか、もうやっぱりその家庭でも連絡はあったんですか。そうですね、僕ちょうど日本に帰ってきてる時にもオファーが来てたので、ゆうきとも話もしてて、やっぱりこうチャレンジしたいっていう気持ち、まあ海外しかもともと強かったので、まあ行きたいっていう話もしてて、うん、だからまあ決まった時も連絡くれたし、結局向こうで会えてないんですけど、はい、まあでもすごく好調で頑張ってるみたいな、はい、僕も刺激をもらってます。試合を見たりとかは、あの、まあ、中継というか見てないですねあんまり見ようっていう発想もなかったですけどあ、そう結果はチェックしてますけど、はい、あんまり試合を見ないので。あ、そうなんですね。なんか違うリーグの試合見たりとかっていうことはあんまりしない。全く見ないですね。じゃあオフはあんまりサッカーには。あ、全く自分の試合だけは見るんですけど、そのあまり見ないですね、はい。じゃあ初ゴール小林祐希選手決めたなって。あ、でもあれは見ましたよ、映像で、あのダイジェストみたいなので。相当ごつんでしたね俺も一言言えないですけど、はい、でもね、それをチャンスをものにするっていうところですね。そうですね、大事ですね、はい、なんかチームメイトとも溶け込んでるようで。そうですね、多分そういうのは上手いんじゃないかなっていうのは、今どういう風にっていうのは細かくは知らないですけど、日本にいる時から外国人の選手とかのコミュニケーションとかも上手かったので、そこは問題なくやれてるんじゃないかなって、はい、思います。このオフはまた会ったりもするんですか。とりあえずまだ連絡しないですけど、お互い適当な感じなんでまあ多分東京行ったりすれば会ったりするかもしれないですけど、じゃあそれでまたタイミングをね、はい、あの合わせたりというか、はいはい、やっぱり2人にね揃ってるところもね、見たいし、それでまた、はい、あのお互いにね鼓舞し合うというか。そうですね、はい、まあでも連絡は取ってます、向こうで結構ちょくちょく。そういった関係っていうところもね、やっぱりサポーターの皆さんも微笑ましく見てるというかね、そういうのもあるかと思うので、はい、またぜひお二人でお互いに頑張っていただけたらとも思います。はい、